you
菜を作りました。いただきます。寒くなってくると白菜に甘みが増してきます。それに旬の柚子を使って漬けるお漬物、口いっぱいに広がる爽やかな柚子の風味、とても美味しいです。唐辛子入りでほんのりピリ辛ですが、一味や七味を追い足して辛味をプラスしたり、お醤油をかけて風味や塩味をプラスしたり、鰹節をかけて旨味をプラスしたり、お酢を軽くかけてさらにさっぱり感を出したり、シンプルな味わいなのでいろいろアレンジがしやすいです。飽きずに食べていただけます。皆さんも白菜と柚子の美味しいこの時期にぜひお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。